こんばんは、今日は待望のキングクリムゾンの BBC ライブをお送りします。今までにクイーンとかそれからディープアップルとかを放送して非常に好評だったんですけれども、今回はプログレスブロックファンにのリクエストの非常に多かったキングクリムゾンを、オンエアするわけです。キングクリムゾンというのはもうすでに解散してしまったグループで、もう半ば神格化されつつあるんですけれども、これは彼らの1974年4月27日、これはアムステルダムの、コンサートゲボーっていうところで行われたコンサートです。これは非常に名演としても有名で、この時の海賊版が非常に出回っていて、海賊版といっても非常にこう、なんていうか名版としての評価が高かったわけですけれども、それの原版となっているのは当然この BBC のライブです。で、音質的にもそういった海賊版よりはるかにいいわけなんですけれども、この時のメンバーというのはちょうど74年当時で、当然リーダーのロバート・フィリップがギター、それからビル・ブラフォードがドラム、ジョン・ウェットンがベース、それからデビッド・クロスがいわゆる普通のアルバムのようにゲスト出演みたいな感じで、バイオリンとかメロトロンとかいろいろ頑張っているわけです。で、彼の場合非常にライブパフォーマンスに、レコード作りもすごく優秀なんですけれども、ライブパフォーマンスにおける能力の絶大さというのも伝説になっていて、ちょうどこの時のメンバーっていうのが、僕が考えるに最強のメンバーだったような気がします。で、彼らのスタジオ録音のアルバムも実際はライブみたいな形で演奏されていた場合も多いらしく、僕などは非常に神経質に作られていると思ってたんですけれども、あれがライブと聞いてびっくりしたような曲も何曲かありました。さて、今回も今までと同じような形式で前半後半に分けてお送りするんですけれども、まず曲目を紹介しますと、前半は Easy Money、それからラメント、それから Book of Saturday、それから Exiles と、2の4曲ですね。で、これが前半が21分22秒、それから後半が、それから The Minister っていうのと、それから Talking Drum っていうのと、それからLarks Tongues in Aspic っていうのからの組曲みたいなのちょこっとと、それから、それから21世紀の精神異常者と、そういった順番でお聞かせするわけなんですけれども、まず前半の方から聞いていきたいと思います。